自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日私はここにあるとってもとっても、軽い感じのストールを編んでみたいと思います。このストールかなり今ぐるぐると巻いておりますけれども、実はとっても大きい三角のストールなんですね。とてもとても大きいストールに編み上がっています。なんと上から見るとこんな感じです。とってもとっても大きく仕上がっていますが、このように、編みのように編み目のように編み上げていますので、全然重いことなくふわっとつけていただくことができるストールです。こんな風に少し伸縮性もありまして、かなり、軽い仕上がりになっております。使ったのはこちらマンダラというシリーズ、ロイヤルブランドのものを使っています。そして色ですけれども、こんな感じで薄いグレーから始まって、それがだんだん濃くなって、最後はミントグリーンが出てくる、とっても爽やかな色のシリーズです。こんな感じで色が現れるよという参考のねものが載っていますけれども、こちら別の編み方で編んでおりますので、もちろん、色の現れ方、幅や間隔などは違って見えるかと思います。色の番号は217番を使っておりまして、こちら私は今回6号のかぎ針を使って編んでおります。表示されているものよりも少し太めのものを使っています。 150g に 540m の、毛糸になっていて、この毛糸1つでマフラー1本編み上げられるよという表記までしております。さあでは早速編んでみましょう。この毛糸ですね、いいところはこんな風に中心からすぐに毛糸が取り出せるところですね。これ苦労する毛糸もたくさんあるんですけれども、かなりスムーズに取り出すことができました。さあでは最初少し複雑ですのでゆっくり見ていきます。まず全部で9つ、作り目をするんですけれども、1つは、立ち上がり、そしてその3つは、下の1つ目の段の立ち上がり、そしてプラス5はこの輪っかになる部分ですね。つまり全部で9つ目を編んでいます。さあそして長編みを編み込んでいきますが、1つ目の目のところに1つ長編み、2つ引き抜いて2つ引き抜きます。これが長編みです。ということで、すでに1段目が終わりました。1段目は1つだけ輪っかを作って終了です。さあでは次参ります。2段目、細編みではなく、失礼しました、鎖編みを8つ編んでください。3つが立ち上がり、そして5つがこの輪っかの弓の部分ですね。全部で8編んでいます。そしたらひっくり返してもらって、ここですね、この輪っかのところに細編みでこの弓を留めます。ちょっとミッキーマウスのね耳みたいなイメージなんですけれども、1段目に2つこの輪っかがくっつく形になります。次弓の分だけ編みますので、鎖編みを5つ編んだら、この1つ目の目のところのちょっと離れたところに編み込んでもらって、次は長編みです。長編みで留めました。こんな感じで仕上がっています。で1つ目は5つの弓の部分と、そして3つの立ち上がりの部分、そして2段目は2つ、弓がついている形です。さあ3段目いきます。また8つ立ち上がりに編んでいただいて、いつもね最初は8つ鎖編みをしてください。そしたらひっくり返して、この下のちょうど下にある輪っかに細編みで取り付けます。さあ次はこの下の段の2つのちょうど上を間をまたぐ形になるんですけれども、これまた弓だけ5つ鎖編みを編んでもらって、次これまたぎますから、この
した2つ目の輪っかのところに細編みで編み込みます。つまりいつもですね、どの段も8つの鎖編みから始めて、いつも細編みで留める。そして、その間はいつも鎖編みを5つしてもらって、いつも細編みで留める。そして最後の輪っかは5つ鎖編みをしてもらって長編みで留める。最初と最後だけ、少しコツがいりますけれども、そんなに難しくないと思います。ではまた一番最初ですので、8つ鎖編みを作ってもらってひっくり返します。こちらを今下の輪っかに細編みで留めます。そしたら今中間部分ですので5つ鎖編みをしてもらって細編みで留める。5つ鎖編みをして細編みで留める。今次一番最後の目ですので5つ細編みをして、次は長編みで留める。よいしょ、長編みで留める。こんな感じでどんどんと段が上がっていくにつれて、丸の数が1つずつ増えていく形ですね。今4段目ですので4つ、弓がくっついております。さあでは、色の移り変わりのところを、皆さんにお見せしたいと思います。だいぶだいぶ編み上げましたが、少しずつグレーが暗くなってきたかなという感じで、今急に少し濃いめのグレーが現れました。こことね、今その私が触っている部分も少し色が違うかなと思うんですけれども、今ちょうど編んでいるところの箇所が全然色が違う濃いグレーが現れたので、あ、こんな感じでね、はっきり割と変わるんだなと思って皆さんにお見せしております。あとこれだけ色がね、どんどんグレーの中でもちょっと薄くなったり濃くなったりしながら、最後はミントになるので、そこまで頑張って編んでいきたいと思います。さあ編み上がったところがこちらです。白っぽいグレー、まあ白と言ってもいいぐらいのグレーから始まって、少し濃いめのグレーが来て、とっても濃いグレー、そしてまた元のグレーに戻って、でこんな感じで綺麗にねグレーがグラデーションされていて、最後突然ちょっと白くなったかなと思えばミントグリーンが現れて、この毛糸は終わりです。さああともう一段編むにはちょっと足りないぐらいの毛糸ですので、ここで終了したいと思います。今ちょうど端まで行きましたので、もう一段はもう編まずにここで終了したいと思います。もちろんですね、この毛糸ですけれども切っていただいて、スーッと引き抜くと、あと引き抜いて、あとは中に始末してもらって編み込んでもらったら、ほどけないし全然わからなくなります。もちろんですね、一番最初の始まりのところ、ここですね、こちらの糸も中に編み込んで始末してしまってください。さあ全体ですけれども、私の場合一番長いところ、三角の一番長い辺はなんと2メートルにも及びました。とってもとっても大きい、三角ストールになったので、こんな感じでクシュクシュして、何重にも巻いてもらったらとっても可愛らしいマフラーになるんじゃないかなと思っています。さあこのビデオ気に入っていただいたら、いいねを押してくれるととっても嬉しいです。チャンネル登録していただけましたら、新しいビデオいつでも見られるようになっています。